どうもみさん、ティングでございます。セントラルパイソンマルスの、餌ラット移行計画その6でございます。第6弾ですね、やっていきたいなと思います。ちょっとパソコンのライトがすごい赤く光ってますけどねはい、ということでですね、まあ我が家のセントラルパイソンが、ラットを食べなくなったというところからですね、また一からラットに餌付くようにトライしていこうというこの企画、ついに6弾になりましたが、ここまでね、全部見てくださってる方もいると思いますので、ちょっとまあその見てくださってる方がいる体でちょっと喋っていきますけども、まあここまで見た感じですね、おそらくもうラットに餌付いていると思われます。はい。完全にラットに餌付いたと思われます。で、今日もこれもうめちゃめちゃお腹空かしてる状態なんで、多分間違いなく問題ないと思うんですけれども、一応ですね、このシリーズの目標はラット、との L サイズに餌付かせるということを最終目標に自分の中で置いておりますので、今まだラットの M サイズの残りがありますんでそちらをちょっと、上げていきたいなと思います。はい。で、いつもですね、ラットを食べへんかった時の保険にマウスを解凍しておいて、で食べへんかったらそのマウスを食べさせてからチェーンでラットを与えていこうかなという形で準備しとったんですけれども、今回からラットだけでいこうかなと思っております。もうチェーンのための保険のマウスを回答しないで、ラット一発勝負という形でちょっとやってみたいなと思ってございます。はい。ということで本日あげたいのはラット2匹です。あとね、5匹残ってるんですよ、 M サイズが。なんで3-2か2-3かなんですけれども、今回はちょっと2匹にしようかなと思います。で、次 L サイズに変える直前の給仕を3匹にして、そっからラット L サイズに移行して、この企画フィニッシュという形まで持っていきたいなと思いますんで、あとだからこれと次とその次ぐらいまで続くんかなという感じはしております。はい。まあおそらく今回問題なく餌付いてですね、今までのパート5とか、パート4と変わらない餌面にはなるかと思いますけれども、まあ興味ある方はね、ぜひとも見ていただけたらなと思います。興味によって方はですね、もう最後の方の、食べたっていう結果だけ見てもらえればね、いいんじゃないかなと思います。多分今回も動画時間かなり長くなっとると思いますんでね、しばしお付き合いいただけたらなと思います。それでは早速ラットをね、解凍していきたいと思います。はい、ということでね、回答終わりました。はい、ラットの M サイズ終わりまして、さて上げていきたいが、マルスに対してどういうアプローチを行っていこうかなめっちゃこっち見てるね。ちょっとそんだけガツガツ来られるのめんどくさいんだよね。もうちょっとそっち行けね、別の方向、右左から行くか。右これ開けるとバーン来ると思うんで、あえての右か左から行くか、どっちにしようかな。ちょっとまず一体ね、よし、一匹ちょっと出しまして、ちょっとね拭きます。お待ちください。水切ってですね、ちゃんと。まあ個体によってはね、水ついてる方が食べる子もいるみたいですけどね。まあセントラルパイソンに限ったことはないですが、グリーンパイソンとかそういったね子たち含めて見てると、一概にこう完璧に水切ってるのがいいというわけでもなかったりするようですが、ですが果たしてどうなんですか。どう、マルス、おい、おいで、どう、こっち向け、おい、来い、おいだ、いいねいいね。ちょっとね、触ってやってね、この辺ですよって教えてあげるとマルスも来やすいというところでございますな。結構怖かったっすね、今ね。ケツの方に飛びついてきましたよね。なんか頭から言ってくれればいいんですけどね。ああいう飛びつき方されると、ちょっと間違って手来られると危ないんで、本来は手袋してやった方がいいと思います。噛まれたのに学習しない男でございますね。はい。じゃあちょっと、マルスが食べてるシーンを見ていきましょう。近づいていきますよ。よいしょ。俺、今日動画の頭に注意入れるの忘れてましたね。ラットとかマウスが映りますよって。よいしょ。おー、ごめんなさい。完璧。ちょっと私は画面見やすいようにちょっとしますね。すいません。はい、こんな感じでございますかね。いやー、いいんじゃないですか。めちゃめちゃ見やすいアングルでね、バシッと来ましたけども。もう今更か。今更注意してもしょうがねえ。さて、マルスはですね、ここからお時間がかかる子でございますので、まあ結構もしかすると遅いかもしれません。左の扉が開きそうなんで、ちょっと止めておきます。はい。今の振動でちょっとね、反応しましたけどね。さて。でもまだちょっとなんか締める力を強めてる感じですか？緩めてるわけではないんですかね。うんうんうん。
よくね、ツイッターとかでこうね、食べた後のやつこうね、グッてこう飛びつく、食べた後じゃないですね、食べようと思って飛びついた時にこう内臓を飛び出たりとかね、マウスとかのね、いうのよく見ますけどね。あんまないんですよね。自分経験あんまなくて、ああいうのは一回だけなんかちょっとだけ出たことあったかな。か何回もカミカミしてるせいでありましたけど、基本なくて、前読んだやつはちょっと解凍のしすぎとか、ちょっと解凍度合いが強すぎると内臓飛び出たりとかいうことあるみたいですけどね。自分ちょっと経験ないですね。まあ、たまたまね、いいのに当たってんのか、マウルスの締め付けがそんなに強くないのかっていう可能性はありますけどね。結構締め付けてると思うんですよ。結構強烈ですよね。もうホロンなんか最近も締め付けること忘れてるんで、あの子ね。あれなんですけども。どうですか？なんかすごい締めてますね。いいじゃないですか。こう、締め付けてっとね、こう捕食しとんなって感じがするんですよね。もうね、締め付けるの忘れてるとね、なんか、大丈夫なんかなって気になったりはね、しますよね。大丈夫なんかなって言うとちょっと失礼ですけれども、なんか、本当にそれでいいの？みたいな感じの時はね、ありますよ。すごい締めてますね、今日ね。でもね。いや、早めに食べてくれると俺は嬉しいな、すごく。結構、比較的身体測定とかで喋ってますんで、あんまり、新しく喋ることはないんですよ。基本的にはもうちゃんと喋れてますんでね。あ、でも今日ね、ちょっとね、この今見せてる方とは違う方ので、実はね、ちょっと床材が汚れてまして、床材っていうか、このキッチンペットシーツですよね。ちょっと汚れてまして、まあ、なんで汚れてんのかっていうところになるとね、ちょっと難しいんですけど、なんかね、うんちと尿酸はほぼ一緒にマルスしてるんですけど、たまにそのうんちと尿酸終わった後にもうちょっと、あ、残りちょっと残っとったみたいな残尿感じゃないですけれども、ちょろっとだけ尿酸追加ですることがあって、それがちょっとあってね。本当は綺麗にしてからこれやりたかったんですけども、いかんせんめっちゃお腹空いてる状態で、その掃除のために出したりとかそういうことするのが、すごくリスクがあると判断したので、餌あげてお腹いっぱいになるじゃないですか、これで。で、ちょっとしてから、やってやろうかなと思ってます。できるだけね、噛まれるリスクを低減した上で、そういうことできたらなと思いますね。まだギュッ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 締めてるってことは、まだちょっと警戒してる感じかもしれませんね。どこに顔があるのか全然見えませんが、おそらく、指が、あった。この辺に多分顔があると思います。多分、こういう感じで食いついてて、そっから、こうかな。そっからこの多分、ここ帰ってきてますね。食いついて、巻きつくんじゃなくて、食いついたままこう戻ってきて、で、初めて巻きついてこうみたいな感じですね。結構だから首をこう、ぐいって曲げてる感じで食いついてるみたいです。どうやら。なかなか面白い感じで食いついてますけどね。首痛くないんかなって思いますよね。ヘビは本当にね、なんか体勢がね、それ大丈夫な体勢なんかなって思う時がね、結構あったりしますな。いやー、でもどれぐらいかかるかな、これ食べるのね。いやー、まあ今まで過去最高新記録はもうすごい、もう30分以上こんな状態なんていうのはね、ザラだったりしましたんでね。まあ、根気強くやっていきたいなと思います。前回の確かパート5もだいぶ動画としては長かったんじゃないかなと思いますけどね。結構長かったと思いますけれども。まあしょうがないですね、この辺はね。早い子はやっぱ早いみたいですけどね。なんか大きい餌食べる子はみんな長いんかなと思ったらそうではないみたいです。やっぱりビルマとかアミメとか飼ってる人のやつとかね。すごい大きい豚とかそういった餌あげてる方のやつ見ててもやっぱ早い子はスッと飲み始めますからね。まあやっぱマルスがちょっと用心深い子なのかなと思ったりはしますけどね。でもね、このラットを割とちゃんと餌付くようになってきて、まあ最近ちゃんとこうやって食べてくれるようになったわけですけども、これやっぱりその温め方っていうか温度的なもんも結構いいのかなと。やっぱそのラットまた食べるようになってから、よう巻きつくようになったんですよ。このラット拒食し始める直前ぐらいの一応食べてますみたいな時期って、なんていうかね、飛びついてこないんですよ。なんか。置いてるやつをハムハム食べたりとか、まあ、かろうじてこうパクってくるんだけど、なんか巻きついてくるみたいな、こうやって。そういう感じのとこなくて、だから多分対象生きてると思ってなかったんかなって思ったりするんですよね。多分ですけど。今はちょっとこうね、温度的な、解凍の温度的なもんが、俺はやり方変えてるつもりはないんですけど、まあ、ちょっと微妙に変わってて、今のこのやり方がすごくいいんじゃないかなと思ったりもします。まああくまで予想ですけどね。正しい真実はわかりませんけれども、この子的にはもしかしたらそれがね、ピタッとはまってんのかもしれません。左側のあたりにすごい呼吸してるのがわかりますね。この辺のところ。すごく呼吸してて、ごく周りにすごく大きく動いたりします。
ゆっくりですけどね、人間みたいにこうバクバク動いてるわけではないですけれども、ごくまれにこうスーッとほら動きましたね、今ね動いてますね、へこみましたね、こうやって呼吸してるなっていうのはちょっとね確認したりすることができますね。なかなかね呼吸してるのって分かんなかったりするんですよね、トグロ前でじっとしてたりしてても、たまになんかびっくりするぐらい大きい音でってやったりするときありますけどびっくりするもんね、うーって何ってなったりしますから、ゆっくり食べてますな。全然動いてる気配は、今ね俺口見えるのさ、実はこの辺のこの下のこの辺のここら辺からこう見ればね、下見えるんですけど、うん、全然動いてる気配ないですねしばらくはこのままかな、しばらくは動画的にはちょっと切りますか、一回切ってもいいかなと思いますけどね、もうだって絵代わりしないんで、あんまり同じシーンをね皆さんにお届けすることになるんで、まあリアルといえばリアルですよ、これが本当のリアルだっつってずっとこうやってね食べようとしてこうやってるシーンを、まあ、皆さんにお見せするっていうのはある意味その真実の姿が映し出されてるわけなんですけどそれがねいいことばっかりではないと思いますんでね、ちょっと飛ばしてもいいのかなとは思ったりはしますけどね。ここからでも今度こうね食べる時にねすごく見やすいいいアングルでね食べてくれるといいなと思うんですけどね、皆さんにこういい感じでお見せできると私も嬉しいなと思いますんで、ちょうどねこのケージのこのサッシ的なこの部分がね邪魔になったりしてすごく見づらくなったりするとね申し訳ないすごく申し訳ない気分になりますね、そこだけだな、そこだけ綺麗にね見せ続けてくれると嬉しいんですけどね、やっぱこう食べてるシーンがね迫力ありますから、すごく大迫力なわけですから、全然食べてる様子がないってでも今月の身体測定動画、今日この動画を撮ってる段階では珍しく、ここ最近の動画では珍しくコメントがなんかたくさんつきまして、まあありがとうございます本当にね、あんまりね最近も身体測定動画はもう毎回同じことやってるんであんまり新しいコメントとかっていうのはないんですけれども、今回のなんかマルスに関しては結構なんかポツポツと、コメントいただきまして、まあ新しくこうセントラルパイソンだったりカーペットパイソンをお迎えしたいなと、思ってる方がですね見てくださってるのかなとは思ってます。ちょっとマルス君時間かかっておりますけどね、まあそれの一つの参考になればねいいんですけども、まあいかんせん私噛まれてから結構重装備でビビって接してるところが、まあビビってですね接してるところがありますんで、いい参考になってるのかどうかは謎ですけどねサイズ感はね伝えられてると思いますけど、動画で止まってますな、止まってますんで一回切りましょうかね、ちょっとあんまり大きくなって俺も編集の時にそのファイルサイズでっかくなるんで、ちょっと二重でエンコードしないかんかったりとかいろいろちょっと問題出てくるんで、一回ちょっと切ります、ここで、はい、食べ始めたらまた動画再開しますんで一回ここで切らせていただきますね。じゃあ、食べ始めるとこまでワープです。はい、あの後ねまた10分ぐらい経ちまして、でようやく今食べ始めたなというところでございます。ちょっとねラットがね血が出てるところがありますね、やっぱ牙のせいで出てるところあるんで、ちょっとあれなんですけれども、ようやく食べ始めてくれたようです。さて頭から綺麗に行こうとしていますが、その頭の部分をかっちり隠されているといつもなんだけどさ、なんだろうね、マルスはやっぱり女の子だから恥ずかしいのかい恥ずかしがり屋さんなのかなというような感じでございますけどね、本当はですね腕をちょっと曲げて食べやすくしてから与えようと思ったんですが、バッツリ忘れておりましたんで、またちょっと腕の部分が引っかかって食べづらいんではなかろうかなと思っております。さていつ見せてくれるのか、ちなみに私も全く視認できておりません、できておりませんが、あーちょっと見えました、すごい影になって見えましたが、だいぶもう口にしっかりホールディングはされてるようですね、綺麗に頭からは行ったみたいです、どうやら頭からは行ったみたいですね、よし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 、いい子だいい子だ、いやね拒食してた時はね頭からね綺麗に行けなかったんですよね、これがねやっぱり良くなかった、どこから食べるかっていうのをすごく悩んでて、まあこれ結果的にこの後ねラットを L サイズにアップさせた時にね、じゃあすんなりいけるかどうかってとこは問題としてあるんですけれども、とりあえず M サイズやったらすんなり頭からいけるみたいですね。お、ちょっとだけ横顔が私の位置からは視認できております。しかし皆さんのこの画面には全く見えてない。ラットの背中がちょっと映ってますね。いやー、せめてね、ちょっと顔を見せてくれるとね、映像としてはいいなと思うんですけど。まあ、2匹目に期待かもしれませんね。
2匹目は大丈夫だと思う、多分ね。うん。1匹目はちょっとガードされちゃったな。もうわざとやってんじゃねえかなってほんと思うよね、これね。あ、ちょっと鼻見えてきました。わかります？あ、見えてきました、見えてきました。顔見えてきましたね。ちょっとだけ見えてきました。はいはい、少し。少し見えてまいりました。では、ちょっと文明の利器を使いまして、ズーム入ります。ズーム。することによってピントが、ほら、来たー。もう文明の利器ですよ。もう、便利なものをね、もう存分に使っていくということでございます。はい。いや、見えてますね。見えてますね。ちょっと血も見えてますけどね。さあ、頑張って食べていってほしい。なんかちょっと、あれ？頭から綺麗に食べてんだと思ったら、ちょっとなんか、あ、違いましたね。腕でしたね。よかったよかった。腕の部分でございましたね。さて、見づらくなりましたんで、またちょっと戻していきます。戻していって、さあ、どこからどう見せるのか、皆さんにとってベストなのか、考えていきましょう、一緒に。下がった方がいいかな？下がった方が見やすいかな？ああ、でも下がるとちょっと今、なかなかのブラッディーな部分が見えておりますんで、ちょっとダメかもしれませんね。今ちょうど、マルスの鼻が見えておりますけども、あの辺が一番ね、牙でぽっがっぷりいってたりしますんで、ちょっと避けていただきたいところではある感じですね。ああ、一瞬見えちゃったね。もう、一瞬じゃないね。がっつり見えてるね。がっつり見えちゃってるよ。YouTube 的にどうかな？セーフ？YouTube 的にどうかはちょっとわかりませんが、もう限りなくアウトに近いかもしれませんな。さあ、頑張って食べていってほしいところだが、見えないよ。全然。どこ行った？全然見えてないけど。全然見えてないね。よいしょ。いやー、今回はほんと隠されますね。いい感じに隠されちったな。マジ見えねえね、ほんとに。すげえ隠すやん。めっちゃ隠すやん。綺麗に隠していきます。もう、恥ずかしい、つって。食事のシーンはね。高貴な、あの、女性みたいですよね。口元を隠しながら食べるみたいな。そういうやつか。マルス、そういうやつなんか。いつの間にそんなテク覚えたんや。さあ、俺はちょっと進捗を見ながらですね、次のラットを準備せんといかんので、ちょっと、もうちょっと俺も見たいんだけど、俺も見えないっていうね、ところでございます。全く自分も見えておりません。まだ腕のところで苦戦してるかな？まだ苦戦してる？そこどこ？そこはどこ？そこはどこって何やねんって感じだけど、ほんまのでもそこはどこって感じだよね。あ、でもちょっと進んでる感じしますよ。ちょっと進んだんじゃない？これ。ちょっと進んでるか？どう？だ？ん？まだ腕で苦戦していそうですな。まだ腕で苦戦してる。もうちょいな感じかな。あ、でも片方で腕は入ってますね。もう収納されてますね、片方は。もう片方、多分ここから見て、頭が、ちょうどこの進行方向にこっち側にあるんですけど、この左側のところの腕かな。がちょっと苦戦してるみたいですね、どうやら。うん。右側は入った臭いです。右側も入ったみたいですね。さあ、左が若干苦戦気味ですが、そうそう、年貢の納め時かな？年貢の納め時かな？全然見えてへんで。全然画角的に納められてないけど。いや、これはちょっとね、皆さんにお見せするのは難しいですね、かなり。まあ、絶妙にこう血が落ちてるところを隠してるところはあるんですが、ちょっと映ってますけどね。さっきちょっとラットの傷、体に露骨にあの血の跡がついてた、あそこだけちょっと処理しようかな。あそこはちょっと処理させていただくと思います。さすがにちょっと、YouTube 的に、アウトかもしれませんのでね。あれでアウトになってしまったらもう元も子もありませんので、ちょこっとね、避けさせていただくかもしれませんけれども、後のところは大丈夫なんじゃなかろうでしょうか。後のところは、どう？オッケーオッケー。あー、行ったくさい。だいぶ行きましたね。今もう、後ろ足に差し掛かろうかなというところでございます。多分両方とも入ったみたいですね、腕。すっごい今膨らんでんだけど、全く見せられない。めっちゃ膨らんでんだけど、一切それをね、皆さんに見せることはできないというね。ございます。ああ、おけつ一気に進んだ、ちょっと次準備します。危ない。いかん。すごい速度で急に進んできた。すごいね。どうした。そんな進む急に。そんな急に進んでいく。ちょっとじゃあ腕を。もうね、冷凍で、一回死んで、しかも解凍した後なんで、もうね、
簡単にね骨もポキッといきますんで、マウスやとねちょっとこう腕こう反対の方に飲みやすい方向に曲げてやろうと思ってグッてやったらパキッつってね簡単に折れます。ラットもねパキッとはいかないですけども簡単に曲がりますね、うん、よし。さて食べやすくなるようにちょっとあとはつけてあげました。はい、なのであとは顔を見せてくれれば完璧なんですが、なんかもうあと尻尾だけな気がしますけど大丈夫ですかそれ。お兄さん大丈夫ですかそれ。え、チェーンできる、え、大丈夫、あと尻尾だけっぽいけど、ほらマウス、オッケー、おい、かもうもうちょっとじゃん、もう行こう、おいで、あらし来た、どっせい、もう完璧、俺とマルスのコンビネーション、もう共同作業ですよ、初めての。ケーキ入刀バルにうまいこと言ったんちゃう、これ、どう、言った、もうちょっと噛みついてくれへん、もうちょっと噛みつかへん。今これちょっと微妙だよね。いける。奥さん、離すよ。おいしょ。いった。離したけど大丈夫。離したけど大丈夫そう。本人はちょっと、おいお前離すなよみたいな感じの顔してたけど。おいお前離すなよみたいな感じの顔してたけど、大丈夫。いった。でも見えない。一切見えません。え、もう私も全く見えておりません。多分ね、これしかもね、腕綺麗に、腕ピーンしてたじゃないですか。ピーンって直角みたいにこう、ピーンしてたでしょ。あれだから、もともと畳んであるやつをこう、グッて反対の方に曲げたんで、ピーンってなってるんですけど、実際はもう関節外したんで、ふにゃふにゃです。だから多分飲みやすいと思いますね。飲みやすいと思うんですが、ですがで私は見にくいよ。もうちょっと出てこへん、こっち。もうちょっと、今回の動画マジ全く見えへんなんで、それ。それってどうなんみたいな感じがありますからね。マルスにはちょっとぜひとも見せてほしいんですけども。ぜひとも見せてほしいんですが、私も一切見えておりません。私も一切見えておりませんが、全然見えてないよ。すごい見えてない。すごい見えてない。あ、でもその体の位置をね、変えることによって見えるようになるんじゃなかろうか。なかろうか余計に見えなくなってるか。あ、もう結構進んで、あ、まだ前足。よかった。まだ前足ですね。もうすげえ綺麗なさ、綺麗なセントラルパイソンの柄をね、皆さんにお届けできてますけれども。綺麗な色合いと、柄をね、お届けできてますね。いや、今、皆さん画面で見せてると多分結構赤みかかってると思うんですけど、実際はもうちょっと茶色寄りかなと思っていただいていいかなと思います。うん。今ちょっとすごい、カメラの補正のせいですかね。ちょっと赤は強く見えてますけどね。実際はここまで赤くないと思いますよ。もうちょっと茶色です。さて、奥でなんかちょっと映ってますね。奥でちょろっと顔見せしてくれてますが。いや、俺は諦めてないよ。私は諦めない、まだ。見やすいアングルを求めていこう。移動します。スーッと。どうよ。そして文明の力。文明の力を使っていくと、どうですか。手前の鱗から来たね。いいじゃないですか。アップで映りましたよ。いい感じでアップで映ってます。見切れてますが。見切れてますが、食ってるシーンがわかるかと思います。もう前足は格納されたみたいで、あらららら隠れていくけど、引っかかった。下のパネルヒーターに。パネルヒーターに俺自身が引っかかった。あー、見えなくなる。マルス。ここが限界点。これ以上左に行かれたら困る。あーこれ以上左に行くのは見えません。完全に見えませんね。ここから先はちょっと厳しいもんがありますね。もうラスト尻尾だけになったら、ケージ締めさせていただきますね。私も、食べ終わってね、もっとくれっつって来られてもですね、もう今日は完全に準備しておりませんので、先ほど言ったように今日は2匹までです。次回、このアダルトをね、ラット M サイズを3匹与えて、L サイズへね、移行するもう完全下準備完了という形にしたいと思ってますけども、全く見えてないね。今どこまで食べたのそれ。どこまで食べた？もう多分意外と食べてんじゃねえかなと思いますね、これ。全然見えませんけど、全然見えません。あ、後ろ足がちょっと見えたよ。後ろ足がちょっと見えたけど、後ろ足、もう行くかな？もう今、おけつですね、これ多分ね。一番ぶっといとこですね、ラットですね。
ラット飼ってる人もラット餌で与えてる方は分かると思うんですけども、マウスからラットになった時すっごいケツがでかくなるんですよね、うん、めちゃめちゃケツがでかくなるんですよ。あ、もうあと尻尾だけですね。じゃあちょっと一回下がります。大佐下がります。いやー、この綺麗な模様をもうほら壁紙にできるぐらい綺麗やから、これほらめっちゃ綺麗でしょ。これ綺麗ですよね、本当にね。まあもっと綺麗な殻、まあ例えばダイヤモンドカーペットとか、そういったの買われてる方からすると、もっといいね、模様ってのあるんかもしれませんが。よいしょ。マルス閉めるよ。よいしょ。はい、閉めました。で、ちょっと戻ります。戻りますよ。はーい。はい、映っております、僕が。私は映っておりますけど、今回は、ですね、もう言っときます。大変申し訳なかったです。ほとんど食べてるシーンが、ちょっと短パンのクソみたいなの映ってますけどね。申し訳ない。夏なんで許してください。ほとんど食べてるシーンをお見せすることはできなかったというところに関しましてですね。まあ私も不本意です。大変不本意でございますけれども、たまにはそういうこともある。この動画を初めて見られてる方はですね、ぜひとも前回の、パート5ですね、を見ていただきたい。パート5はとてもですね、いい感じに食べてるシーンが映っておりますんで、そちらをぜひ見ていただきたいなと思います。ちょっとパート6の今回は、あまりいいシーンがお見せできなかったという感じでございますかね。はい。まあそう、毎回、いいシーンが撮れるわけではないというふうに、ご理解いただきたいなと思います。はい。マルスも食べ終わってね、こちら向いておりますけども、おそらく足りないんだと思います。はい。おそらく足りてないと思いますんでね、もう一匹くれと、もっとくれというふうに要求されると思いますが、仕方をぶっこきたいなと思います。はい。ということで、今回はここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあでよかったら、次回のパート、あるいは別の動画にてお会いいたしましょう。お疲れ様です。